はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。なあ、何でも言わせんでしたけど、前にやったマッチの時にですね、実はこれ F2000 作り直していました。これブラスベインを入れ直してるんですね。前は R4 かな、で整えてたんですけども、アスカレゴンか。火力が足らないと。41で、連射力も結構下がっちゃってたんですよ。それを全部改善してきました。連射力をほぼ下げず、攻撃力を前回よりも高めて、射程も長いと。ということでね、こちら、そして扱いやすくもらってんだよね、かなり。だからブラスベインかなり素材としては優秀なので、これ使うといいね。大体のこと解決できちゃう。素晴らしい。はい、というわけでね、今回この最強になった F2000 ね、UPG つけてバーストバレルでやっていきたいと思います。ちなみにライフリングつけると 47.6 ですね。これ前回よりははるかに強い。前回45だか44ぐらいしかなかったね。というわけでやっていきましょう。とりあえず始まる前に説明しておきますけど、前回よりも長く、打てます。前回はね、ちょっとね、打つ時間が短かったんですよ。あんまりね、打ちすぎると、全然、出てくる広がっちゃって、どうしようもなかったんですけど、それを改善しております。で、やっぱりブラスベインのいいところで、反動抑制が高いので、本当にね、全然、気にしなくていい。反動に関しては。あれ、来ないね。大丈夫かな。いっちゃうよ、俺。はい、非常に近距離戦は、近距離戦強いし、中遠も全部できると。まあ、言うならば、無敵の一本が完成したようなもんですね。今のみたいに後打ちでもあんだけ削ってっていうかもう落とせるからね。本当に溶かす速度がね、おかしいんだよね、この武器。マジでね、壊れてる。今ので8割カットでしょ？もうちょっとだったじゃん。ただね、やっぱりね、この、画面の含有率よな。これがね、あまりにもね、でかすぎる。あ、無理か。だ、外側にやられてんのかな。あ、ナイス。どっから撃たれたの今。あ、確認なの。さあ、しっかり決めていきましょう。おお、手前に持ったか。後打ちで9割カット。しかもダッシュモードっていうね。すごい来るね。あー、ダメだった。あー、食べられちゃったね。もうちょいが削れんな。はい、削るの。あれで削ってたら神だった。ただ決め打ちもね、考えてしないと、まあ、すぐ弾なくなっちゃうんでね。あ、すごい強っ。じゃあ俺もここに隠れてみようかな。物試し。やられそうだけど何もできずに。こういうのすぐ死ぬから。ほら。こういうのすぐ死ぬから俺。お箱だからね、俺の。そもそもああいうの得意じゃない。やらないからね。あー、ショットガンにやられちゃったね。来ないかな、落とすのに。無理か。ちょっと外が邪魔なんで一回ずらせますね。これ不良ポテトグレネードなんで。落とせんか。いやー、相当いい削りしたけど、今別の人だったね。今あー、落とせん。ごめんよ。うわー。頭入ったのかな。頭ですね、やっぱ。すげえ削ったなと思ったの今。グレードさえなければなんとかなるけど。あ、これですよね。ピンポイントに来る。さあ、さすがにきついか。もうグレネードなければいくぞ。いやー、2キルしたから許して。あと1キラ頼んだ。あー、素晴らしい。素晴らしい。
さあ、頑張ってやっていきましょう。これを持ったからにはね、30じゃねえ、20スコアは出したいなというふうに思っております。すごい強いからセンターでもマジでやれる。さあ頑張ってやっていきましょう。さあ頑張ってやっていきましょう。これを持ったからには20スコアぐらい出したい。ちょっとイケイケで詰めよう。方が頑張って、おー、やってくれた、ありがとう。敵発見、了解。いませんよ。敵が後ろ、あ、待って、走ってね。赤点出しときました。あぶねー、そうだよな、見てなかったもん。100削り、なあ、これで頭素晴らしい。さあ11、いい勝負。1がいくか。ああ、やられてしまった。なんか立ってたぞ。なんで後ろ、ああ、その後ろは分からんわ。作戦は失敗だ、本部に帰還せよ。その後ろは無理。右側が崩されてんのかな。200入っちゃおっか。守っちゃえばいい話でしょ。違うやる。なんか抜けられてそう。ああ、なんか間違って撃っちゃったね。どういうこと。いいんだろ。手榴弾投擲。いやー、ダメか、ビビらんか。グレネードでちょっとビビれる、ビビるかなと思ったけど全然いたね。芋笛にしてた方がよかったね。いやー、一人内側に来てくれるかな。お、いっぱい来てくれるじゃん、いいね。ポイントマン大事だからね、キャノンはね。掘ってるよ。大丈夫でしょ、中はどうせ。いたー、目標地点の偵察を要請する。 ありがとう、やってやろうかと思ってた今、スナイパーの。ありがとう。敵の手榴弾でも泣いてるね。手榴弾投擲。あ、
あーですよねー。いや、こっち、こっちだ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、間に合う、間に合う。あー、OK、OK、OK、ナイス、ナイス。素晴らしい。ドコーン。素晴らしい。首の皮一枚つながった。みんな1なら取れるぞ。あと3回通用すかどうかの話だけども、1なら取れるぞ。オッケーオッケーオッケー。ああ入っちゃってる、入っちゃってる、入っちゃってる。やばいぞ。いやそっち無理。そっちは無理だ。はい、というわけでね、めっちゃ強いことがでもね、分かったと思います。F2000 ね、本当にこれやばいと思います。なんか今まで見てきた武器で一番やべえ。バトルライフルのね、ケルテクとかあれもやったりがやばかったけど、こいつもやべえって。あれもさ、なんか当たり前じゃん。だってアホみたいに火力高いんだからさ、当たり前だなって思うんですけど、こいつに関してはさ、ただ電車が速くなってるだけなんだよね。で、集団がいいってだけなの。その2つでここまで強いんだって思うと、本当になんかね、すごいなって思っちゃうよね。バトルライフル修正されなくてよかったんじゃないかなって、個人的には思っちゃいます。本当にあれといい勝負になると思う。で、連射集団 VS 火力特化でしょ。面白いじゃんね、それはそれでね。まあ、というわけでね、ね、非常に F2 戦、いい仕上がりが、もうこれ以上いじることはないかなと思います、個人的には。本当にいじるとしたら、攻撃力44にしたいなっていうところはありますが、まあ正直、まあいいかな。こんなんでいいかな。あとはまあ M16 とか入れればね、14、電車15とかにもできるんだけど、まあそれはちょっと難しいんで、金もかかるし。なので、これがだいたい合格ラインだと、個人的には思います。はい、というわけでね、皆さん F2000 グラスね、合成悩んでる人はね、とりあえずアイスフォックス入れて、アイスフォックスの性能にして、最後ブラスベインの、連射落とさずブラスベインの性能にするっていうのをやると、このぐらい簡単にできますので、皆さんぜひやってみてください。というわけで今回はここになります。お疲れ様です。